could be good for me. Lately I've...さあ始まりました。本日は緊急配信ということで、今日仮想通貨株式においてちょっと重要なお話をさせていただこうかなと思います。最後までご視聴いただければと思います。まず一つ目なんですけども、今マーケットが大暴落してしまっています。その要因などですね、ウクライナの情勢が悪化している、それが重荷になっているというところもあるんですけども、その辺まず詳しくですね話させていただいて、その後ですね2つの仮想通貨を使って、今仮想通貨において何が起きているか、私なりのちょっと分析をさせていただいたので、最後までご視聴いただければと思っております。はい、ということでまずですねニューヨークダウの値から見ていきたいと思うんですけども、179ドル安ということで大幅に続落してしまいました。それからナスダックの方も224ポイント安ということで、こちらも大幅に続落になります。それから先物なども少し安くなっているということで、ちょっとこの辺もね、先物のちょっと値的には少し落ち着いているような感じもあるんですけども、予断は許さないのかなというところで、その状況ですね、作り出したものをいくつかご紹介していきます。何度もねお伝えしているようなところがあるんですが、オイルですね、これがまず115まで上がりました。これもねロシアのこの情勢悪化ということで、ウクライナですね悪化を受けて、急騰しているということで、これが上がるとねインフレということで、今アメリカが必死になっているんですけども、オイル、ガソリンが上がったりですね、そういう余波が、いろんなところに広がっていくということで、国民の生活を圧迫するような恐れが出てくるということですね。それから金先物、こちらも上がっております。安全資産にね資金が逃げているというかね、そんな感じじゃないかなと思います。それから一番問題なのはこのビックス指数ですね、恐怖指数と呼ばれるもの、これが今30を大幅に上回って 31.98 ということで、こちらがね数が増えていけばいくほどボラが上がって、株式それから仮想通貨が下がるというような仕組みになっております。恐怖指数とも呼ばれるようなものなんですが、下がりやすいとか、ボラがでかくなったりとか、いろんな波及効果があるということで、ここがもうめちゃくちゃ高い状況ですね。このような形で今、仮想通貨、株式市場はかなりまずい状況というのをまず1点ですね。それから、ウクライナの情勢、本当に悪いんですけども、これだけではなくて、常々お伝えしているアメリカの問題ですね。インフレの問題、値段がどんどん物価が高くなっている。例えば小麦だったりとか、パンだったりとか、スーパーとかに行って買い物するとめちゃくちゃ高くなっていると。そこを嫌気してバイデンさんは金利をいじってですね、なんていうのかな、国民の生活を守ろうという政策なんですけども、その余波がですね、逆に株式とか仮想通貨は結局下がるような仕組みになっているんですね、その政策を行うと。ですので引き締めということですからね、市場にお金が出回らなくなってしまうということで、そこで正常化させようというような仕組みなんですが、そういう状況を今したいということで、そこもバイデンさんは本当にプーチンさんとある意味ちょっと似ているところがあって、そこには一切ブレがないですね。とにかくそこを一点集中ということで、何が何でもという生活策を今打ち続けているということで、株価とかが非常に弱いということですね。弱いというかもう暴落しちゃってるわけですけども、そういう中で今日2つの仮想通貨ちょっと比較していただいて、ちょっといろいろね今後の仮想通貨の指標にもなるかもしれませんので、皆さんもちょっと参考にしていただければと思います。投資は自己責任でお願いいたします。まず今日1つ目の仮想通貨ですね、ジャスミーという仮想通貨見ていきたいと思います。はい、こちらがジャスミーという仮想通貨になります。私の方では再三チャート分析で、取り上げている銘柄なんですけども、443位ということで 1.64円ですね。それから今日も下落してしまっておりまして 6.92% 下落になっております。こちらの一連の動きを見ていきますと、ちょっと日足をまず確認していただきたいんですが、このようにですねずっと下げているんですね。上がることがなく下げてしまっていて、短期間でほんのかなり安くなってしまっているわけですね。で今見てるとですね、1円ぐらいに向かっているような状況でありまして、非常に厳しい状況が続いております。すみません、ちょっと画面が見づらかったです。失礼しました。今、価格の方ですけども、1.7 円ぐらいから 1.6 円に下がってしまったというところで、なかなかこう下げの目処がね、見つからないんですけども、今、私の方で1円ぐらいまで下がるんじゃないかな。ちょっと昨日のね、チャート分析もよかったらご覧になっていただければと思うんですが、これ1週間のチャートです。1週間のチャートでも 2.2 円から下落してしまっているというような状況なんですが、上がる素振りがね、本当に一向にないということで、非常に苦しい展開です。それから月足です。月足で見ていきますと5円ぐらいだったということを考えると、大体3分の1ぐらいになってしまったかというところでありまして、かなりの急落になっておりますね。非常に今、
酒止まらないので、まあ本当1円ぐらいでっていうところを皆さん意識されてるみたいで、買いたい方も1円まで待ってみようかなという感じで、その辺では買いが入ってくるような状況なんですが、非常に苦しい。こちらのジャスミーですね。日本のね、仮想通貨という、日本初の仮想通貨ということで、期待も日本の方からもとても高いんですけども、なかなか上がってこれないんですよね。本当に厳しい状況です。今ちょっとジャスミーね、仮想通貨、こちらをまずご紹介させていただきました。基本的に今日下げ幅はアルトコインに関しては大体このぐらいのものが多いかなというところです。ちょっとそれをまず踏まえて、今日は最近上がり続けているものと今下げ続けているもの、ちょっと1ずつ出してですね、比較してるんですけども、ちょっとこれしっかりまずアルトコインがこんな状況なんだっていうのを把握してください。じゃあ次ですね、もう一つの仮想通貨を見ていきます。はい、こちらがエバードームという仮想通貨になります。今日は 0.05 ドルということで、今日 3.6% 上がってます。ほとんどの仮想通貨が下がってしまっているこの悪い最悪の血合いの中、エバードームは結構見るたびにね、上がってるんですね。まあ、ジャスミーとほんと真逆の仮想通貨と言ってもいいんじゃないかなというような仮想通貨です。まあ、じゃあこのエバードームっていうのはどんな仮想通貨なのかというところなんですけども、ちょっと説明、冷やしを見ながらさせていただきたいと思います。こちらのエバードームなんですけども、メタバース関連ということで、まあ、仮想空間ですね。こちらで使われるような仮想通貨ということで、非常に未来の仮想通貨というようなカテゴリーなんじゃないかなと私は勝手に思ってるんですけども、まさに、このエバードームこそがですね、今の仮想通貨の本当救世主じゃないですけども、そんなような状況になるんじゃないかなと考えています。まあ本当にランキングもですね、以前ご紹介するランキングの中で、私は本当にエバードームっていうのは上位に完全に食い込むんじゃないかなと、本当に今の上位にいる仮想通貨ですね、ここに追いついてこれるのはエバードームなんじゃないかなと考えています。ですので今はその私の読み通りに値段がどんどん高まっているような状況でありまして、まあ、ただ他のものをね、しっかり頑張っていただいて、エバードームがしっかり上位に来るっていうのが一番理想なんですけども、他のものがちょっと先ほど見たようなジャスミーとか見たく、ちょっと下げてくるものが多いですね。で、その中でエバードームが少しずつそっちにどんどん追いついているような状況なんですけども、まあ確かに他のものが下がってこちらが上がってくるのにどんどん順位が上がるような状況ですね。まあしっかりちょっと冷やしチャート見ていきたいと思うんですけども、真逆ですよね。0.049 だったものが今上がってるわけなので、チャートの向きも何も全部相関性、ジャスミンと比べると全く違うわけですね。ということは今仮想空間のこのメタバース関連ですね、こちらにやっぱり資金が集まっているというのは否定できないんじゃないかなと考えております。このね、今ね、ロシアとウクライナのこの状況の中ですよ。原発に攻撃したというね、最悪の状況でしたが、本当にね、その辺の中でもしっかり上がってる。これは目をね、背けてはいけないと思っています。今見ていきますと、0.05 ぐらいで、ちょっともみ合いしてるんですけど、この辺がやっぱり軸になっているような感じがしています。下がったとしても、この辺ではね、買い物が入る。まあ、ジャスミンで言うと1円ぐらいのカテゴリーになるのかなと思うんですが、非常に重要なね、指標かと思います。0.05 ちょっと覚えておくといいんじゃないかなと個人的には思っております。このような状況で、まあ、ちょっと 0.475 ですか。この辺までね、来たこともありますし、0.045 あたりまで下がったんですけど、そこではしっかりね、買い物が入ってきて、すぐ戻すような状況なので、まあ、もし急落でね、さすがにエバードームも下がるという場面がありましたら、この 0.045 あたりは結構買い場として捉えるのもいいのかなと思います。ただ先ほど言ったように地政学的ですが、まだまだ悪化の一途をたどっておりますので、まあ、この辺でもですね、すべてのこの自分の大事なお金を使うんじゃなくて、この辺からまだ持ってない方は、ちょこっとずつ増やしていくっていうイメージでいいんじゃないかなと思っています。いっぺんに買うのはエバードームといえども危険だと思いますので、今は本当に最悪の血合いなので、本当だったらね、エバードーム上がって、ジャスミンも上がるというのが一番理想なんですけども、今は全部が下がってます。ですので、まあそういう状況で今見えやすいんですけども、エバードームがどれほど強いかっていうのが、ちょっと今皆様にもお届けできたんじゃないかなと思います。やはり仮想空間、メタバース関連にはこれからもですね、熱い視線が注がれると思いますので、ちょっとですね、この土日を活かしてですね、メタバース関連、まあエバードーム含めてですけども、ちょっといろいろ皆さんもしっかり探してみていただいた方がいいかもしれません。で、もし皆様が必死に探していただいて、エバードームよりいいのがあったよっていうことでしたら、ぜひコメント欄の方にちょっと書いといていただけると非常に皆さんもご覧になれますので、よろしく。なので、その銘柄、
よろしければ紹介させていただきたいなと思いますので、まあ、ぜひそのね、教えていただいたものはチャート分析させていただくような流れで、しっかり準備していきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。まあ、ちょっと全部の銘柄できるかわからないんですけども、ちょっと面白そうだなというものが、私の方でもありましたら、チャート分析、しっかりいくつかのタイミングでやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今回はエバードームとジャスミンという仮想通貨を比較して、今この仮想通貨状況、本当にまずいんですが、ちょっとですね、あぶり出しみたいな形でやらせていただきました。他にもね、NFT 関連とかでいろいろ面白い仮想通貨ご存知でしたら、そちらの方もぜひピックアップしてコメント欄の方によろしくお願いします。ということで、今回ですね、ちょっと緊急配信ということで、今日今仮想通貨、それから株式市場、しっかり見てきましたが、こういう状況ということをね、しっかり捉えていただいて、ぜひこれからの投資に生かしてみてください。ということでね、ただ今は本当に買う場面ではないかもしれませんので、買うというよりはしっかり調べるという感じで、隠れたメタバース銘柄などがあるかもしれませんので、漏らさないように調べて、私の方でもしっかりね、何か見つかり次第、前回のボクセル同様ですね。ボクセルはまあちょっと NFT 寄りだったりゲーム寄りの銘柄になるんですが、ちょっと面白そうなのありましたら、どんどん教えていくような流れでですね、私もしていきたいと思っておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。今回はちょっと緊急配信ということで、仮想通貨の今のリアルですね、これをご紹介させていただきました。今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。